皆さんこんにちは。囲碁の棋士マイケル・レドモンドです。この動画では19路盤の実践序盤の解説をします。まずはこのように4つの隅打ちました。黒は小目打って白は星ですね。黒は小目を2つ打って白は星と小目の組み合わせです。この時黒は5手目でかかり打ちました。まあ5手目は大体かかりか締まりのどちらかですね。例えばここに締まり打つような手も立派な手ですね。こことかここに締まり打つとこういうふうに地を作って、そして2つの辺に向かって勢力を伸ばす打ち方です。実戦のかかりはここのあたりの白の勢力に入っていって、まあ一つの構えを作ることによって白の勢力が大きくならないようにする打ち方ですね。まあなるべくこう後ろに大きな広い地域を、コントロールさせないという打ち方と言っていいでしょう。白は下付けです。この下付けは一見かかりをされた時の基本的な定石ですね。黒は押さえると白は引いて、すでにこの段階で白はこのような字をイメージしてますね。すでに隅を取ったということが言えます。そして黒が斜めが危ないですね。この2つの黒が連絡できていないので黒は連絡します。そして白はこの一間飛びで白の字は一旦完成しました。ここに連絡しながら境界線を作って、まあそれより下の2線の境界線はだいたいこのような線で止まりますから、約15目の白地を隅で作ったということですね。そして黒は開きを打つことによって、これは二立三席といって、ここの黒の壁が2つ立っているので、3つまで開いてもいいという考え方ですね。そして一応ここに黒の構えを作りました。白もかかりを打ちました。この黒に対する、まあ一つの攻撃でもありますね。黒は締まりですね。小目からの締まりというのは割と確実に、まあ、地を作っていこうという考え方ですね。この時の締まりというのは代表的なものといえば、この大ゲイマの他に一間、または小ゲイマ、そして二間といろいろ締まりの仕方がありますが、いずれにしてもこの辺りを地にしていく構えを一応見せながら、強い構えを作ることによって二つの辺に向かって力を発揮していこうという打ち方ですね。白はかけました。ここにかける手っていうのは、黒のこの石を圧迫しながら、白としてはこの辺りに石を並べることによってこちらにの方向に向かって一つの勢力を作っていこうということですね。その勢力がこの矢印の方に向かって力を発揮していくわけです。黒牌の白伸び、ここまでが基本定石ですね。この黒の一間飛びまでが基本定石で、この黒は連絡してこの辺りを地にしていく打ち方、白としてはこちらの方向に向かって勢力がある、一応外側に白い石があって白の強い石になっているという考え方ですね。そして白はここの爪です。これはここの黒の発展を止めるということですね。この黒の発展を止めるということと、やはり次にこういったところ、こういったところに打ち込む、またはこの滑りでここの黒の地を奪うことによって、この全体の黒を少し弱い石にしていこうという考え方があります。これは将来的にこういうこともあり得るわけですね。黒としては、まあこういうふうにやれば地になりそうなんですが、そうするとちょっと受けてばかりいるので、やっぱり5番の広いところ、19路盤の布石っていうのは常にね、こう広い場所に向かっていくっていう発想が大事ですね。この場合、4つの辺を見ると、この下辺っていうのは比較的狭いですね。この白とこの黒の間の間隔っていうのは非常に狭いですし、あとは辺の構えが、まあ白はここを一応構えてるし、黒はここに構えてる。ここは白地になってるというふうに、すでに
まあ、立場っていうのがはっきりしているので、布石の段階ではこれ以上そんなに打ちたくないところですね。もう一つ、こちらの右辺ですね。こちらの右辺は少し下辺より広いんですけども、やはりこう4つの辺の中では比較的狭いところです。またこの白はね、右下の白はすでに強い石になってる。まあ序盤でやらなければいけない仕事っていうのはもうやっているわけですね。なのでその石からさらに白がもう一手ここに打つっていうのは少し重複している、ダブってるというイメージがありますね。逆に黒の方を見ると、この黒石もある程度地を持って決して弱い石ではないから、まあ黒としてもやっぱりここに開くっていう手はそれほど急ぐという手ではないと思います。やはり大きいと感じるのはこの上辺と左辺ですね。上辺も結構広いですね。で左辺ももっと広いですね。こういう時は広さを測るときに、だいたい3線と4線の石の間の間隔を見るんですね。この黒とこの白の間が、この線上で空いてる場所が8箇所あるという考え方ですね。1,2,3,4,5,6,7,8 と。という考え方をすると、左辺を見ると、この黒とこの白の間隔は、これは11個ぐらい空いてますね。ここがより遠いということがわかりますね。なので左辺の方が広さで言うと大きいということが言えます。黒は一旦当て込み打ちましたね。これは白の斜めが危ないですね。ここのところを黒からここに切ってこられるとちょっとうるさいですね。白は守りました。そこで黒は比較的広い左辺に手をつけてきました。これは白の星の石、三角の星の石に対するかかりですね。白はコスミツケを打ちましたね。この斜めに打つ手はコスミですが、この斜めに打ちながら相手の石に当たってるっていう状態はコスミツケですね。そして黒が上に伸びて白コスミでした。この白の打ち方は、ここの字をしっかり囲ったという打ち方ですね。ここの字をしっかり囲って、そしてこの石と連動してますね。この石と連絡してこの辺りも囲ってるということで、白地の境界線がだいたいこのような境界線がすでにこの段階で約束されてるんですね。これは20目近い白地ができました。そして黒は左辺の開きですね。こうすると黒が左辺に先行することができました。この辺りに黒の構えができて、もともとここに締まりがあったということで、締まりもここの黒の構えもこの左辺全体に力を発揮しますから、左辺全体は模様という考え方ですね。ここまで地だったら黒にとって都合はいいんですけど、やはりこうまだ広いので白から入ってくる余地はあると思います。白の方はここが確定地、確定された地ですね。そしてここも地ができてます。この2つですね。白は30数目、どうかすると40目近い地になりますね。黒の方はなんとなく模様ですね。この一体が黒の勢力ということになります。白は開き打ちました。この開き打つことによって、やはりこの白の壁っていうのは左の方向に力を発揮しますから、開き打つことによってすぐにここが白地らしい形になりましたね。そして黒は二間の開きですね。この石から辺に向かってこう広げる手を開きっていうんですね。これで序盤の3線と4線の大場はだいぶ済みましたね。相変わらず、こういったところとかこういったところは残ってますけども、序盤の大きな手っていうのは大場というんですけども、辺の大場としての価値はそれほど大きくないんですね。こうなるとまだ辺が少し残ってるんですけども、白とすると
ここの広い領域の黒模様がこれ以上広がらないように早く入っていくことが緊急課題といいますか、今すぐ手をつけなきゃいけない場所なんですね。ということで、これは序盤の解説をする動画なんですが、このように、まあ、まだ序盤の手がちょっと残ってるかなっていうような段階でも、ちょっと中盤みたいなことをやるということもあります。ここのあたりがどうなるか、これが白としては何か手をつけていきたいところです。ここで大ゲイマの締まり、この締まりに対して白は外から利かす打ち方を一つ紹介します。白はここにこのように打って、これは隅の黒地が固まるんですね。こういうふうにこう黒地は囲いやすくなるんですけども、囲わせてしまう代わりに白はいくつか先手で石を増やすことができて、この辺に入っていく足がかりができるという打ち方ですね。この手はスピードがあるんですね。黒が受けてくれるということが大体約束されているので、黒が受けなかった時はここに打つと隅の黒地が破壊されるわけですね。そういうわけで黒は受けてくれるんですが、そういうまあ強制力っていうか、大体ここまでは黒が受けてくれます。つまり現実の地は黒は取ってますけども、それを取らせたことで白はある程度ここで形を作ることができたのが白の効果ですね。そうすると黒は、ここのところが黒の構えですから、この白を狙ってるんですけど、狙いながらここの構えを完成させる手を見つけたいですね。ここの地を囲いました。これが自然な攻め方で、こういうふうに打ってここの黒の地を確保しながらまだ白を狙ってるわけです。白は頭を出して、まあ一応こちらの方向に逃げていったわけですね。左辺だけで生きようとする前に、まあまずは逃げていった。そして黒が追っかけますと、このようになると、この白はこれである程度目に近いものがあります。完全とは言えませんけど、まあこちらの方向に逃げてるということもあるので、頭を出す余地もあるので、まあなんとか大丈夫そうです。最後にちょっと字の形を、あるいは構えを確認しましょう。まず黒はこの辺が字になりましたね。あとここにも黒字らしいものがあります。ここにも黒の字ができました。だいたいこの3箇所で、下辺はどうかというと、黒がこのようなところに打てばここにやっぱり少し地ができますけども、まだそれを打ってるわけではないのでわからない。この辺とかこの辺がまだこれからどうなるかっていうところです。白地はどうかというと、白地はここがほぼ確実ですね。ここに白地があって、ここに白地があって、ここは狭いんですけど少し地がありそうですね。そしてここには白の構えがあって、これからそれが確実に地になっていくのかどうかというところです。そのようにある程度立場といいますか、作っていきたい場所というのはある程度決まってきました。これで布石の終わりとします。それではこの動画はここまでです。また次お会いしましょう。